秀千代殿だったとは流行りすぎたようだ。徳川が家臣服部半蔵にござる。ここはまだ敵地、我らは藤吉郎の追っ手を足止めしておるのよ。時は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。ほうほう、我らミニタマと同じ気配がするの。新人より生まれ、人に寄り添う我らミニタマ。そして怨念より生まれ、人を喰らう新たま。この二つの均衡をなくしては世にあるすべての誠意は成り立たぬ。長き戦乱で怨念が募り、新たまばかりが勢いを増しておる。このままでは均衡は崩れてしまおう。天下太平がために戦う徳川に力を貸すがよい。案ずるな、わしがついてやろう。気に入られたか。続きはかけながら話そう。
チ様やチャチャ様を奪うためにやかしを差し向けようとか。Thank you.
払いの金の目ももう終わった。主は藤吉郎になったんでな。悪いが首をもらう。
粉々。
女に砕かれた。お市様だけでもと神明を落とし、最後の願いを霊石に託したまで。Ha ha!